客様にはこのような梱包でお届けいたします。荷物が届きました。まず梱包をほどきましょう。カッターを使って白い紙テープの3辺に切り込みを入れてください。ではオープンします。外側の段ボールは本体よりも3センチから5センチぐらい大きくしています。梱包をほどくときにカッターやハサミなどで傷つかないようにしています。中にはお買い上げ明細書、取り付け方の説明書を入っています。最初に横カバー2本を取り出します。この横カバーが実際に入るかどうか確かめましょう。入ることが確認できましたでしょうか。窓枠の取り付ける位置に定規で印をつけましょう。ここでは手前から2センチのところに左右2箇所ずつ4箇所印をつけます。この横カバーを斜めに取り付けてしまうとパネルが外れたり滑らかな動きにならなかったりしますので、きちんと測って印をつけましょう。横カバーの裏側の両面テープを剥がして糊のついている部分を出します。左右とも印の位置に合わせて窓枠に貼り付けます。次は上下レールの取り付けです。上レール、下レールのシールを貼っていますが、見極め方は簡単です。上レールは溝が深く、下レールは浅くなっています。逆に取り付けるとパネルが外れてしまいます。ご注意ください。では左右の横カバーの内側に来るように上下レールを取り付けましょう。これで左右横カバー上下レールの取り付けは完成です。さあパネルの梱包をほどきましょう。まず保護フィルムを剥がしましょう。静電気が発生することがありますのでゆっくり剥がしてくださいね。左側の奥から入れます。次に右側です。閉めた時に必ず右側が手前になります。これで完成です。お疲れ様でした。